カッパドキアの支配者一覧では、古代中央アナトリアのカッパドキア地域に存在した支配者を列挙する。具体的には、ハカーマニシュアサがカッパドキア州に設置したサトラップとヘレニズム王国の一つカッパドキア王国の王が含まれる。ハカーマニシュアサとカッパドキア州ハカーマニシュアサはカッパドキア州にサトラップを設置して支配した。 紀元前331年に墓山西朝がマケドニア王国に征服された後もサトラップのアリアラテース一世はカッパドキアのほぼ全域を支配し征服者に抵抗し続けた。しかし紀元前322年にマケドニアの将軍、摂政、ペルディッカスに敗れ卓刑に処された。ペルディッカスはカッパドキアをアレクサンドロス三世の初期間だった。 カルディアのエウメネスに与えた。しかしディアドゴイ戦争の中でエウメネスは殺害され、彼にとって変わったアンティゴノス一世も廃止した。アリアラテース一世のおいで養子のアリアラテース二世は、マザカ周辺の上カッパドキア支配を回復し、セレウコス朝の総主権下でカッパドキアの君主となった。一方で、シモカッパドキアには、 国会沿岸を支配する勢力が紀元前301年から支配するようになり、こちらは紀元前281年に王号を名乗り、ポントス王国となった。アリアラテイス三世以降、カッパドキアの支配者はセレウコ市長の弱い支配下に置かれつつも王と認められた。ありがとうございます。